A 段5000系電車東洋高速鉄道1000系電車東洋高速鉄道1000系電車は1995年から2006年にかけて東洋高速鉄道に在籍していた通勤系電車である。後継の2000系は2000型とはならずに K とされたがその後も本形式は K に変更されることはなかった。1996年4月の 東洋高速線開業に合わせて、同社が1995年から乗り入れ先である、帝都高速度交通営団東在線で、使用されていた5000系、電車重量編成10本の計100両を譲り受けし、整備改造した車両である。これらの他に重量編成2本の計20両も譲り受けしているが、その後の計画変更により、 鉄道車両としては入籍されなかった。当初計画では、新車導入も考えられていたが中古車両導入となった理由は、土地買収が難航し、建設費が予想を上回ったため車両製造費を削減する必要があったこと、同時期に A 団が05系導入による5000系の置き換えを進めておりちょうど余剰となっていたこと、乗り入れで引き続き A 団東西線を走行するのに、 際して検査など営団での取り扱い上を有利だったことなどが挙げられる。譲渡された車両は1993年頃に例後、K の5次車7次車により置き換えられた5 0 0 0系の3次車を中心とするグループである。東洋高速線の開業が当初の予定より遅れたため営団で余剰となってからしばらくの間は深川県社区 京徳建築、綾瀬建築、新木場建築に分散して保管された。東洋高速線の開業は1996年4月27日だが、開業より早い同年3月16日に、東西線のダイヤ改正が実施されたため、先行して、同線内の営業運転に就いた。譲り受けにあたっては、特に東西線と、相互直通運転をすることから、 東洋高速鉄道としての独自性と近代的なイメージをアピールするデザインを目指した。改造工事は1995年4月より、深川工場内の車体更新修繕場と新木場車区内の新木場 CR においてメトロ車両で実施された。改造後は同年12月上旬より順次、八千代緑ヶ丘車両基地に改装された。主な改造内容は、 以下の通り、1 0 0 0の全面改造に際して内装は全面的に更新されている。編成形態は5 0 0 0時代と変化ないが、車両番号は A 段時代の装備機器と製造順によって付されるものから車両の連結位置で付されるものに変更された。具体的には以下の通りである。以下、本項目では便宜上 F を編成名として解説する。 開業当初、09F と10階は、開業前に乗務員訓練に使用されていた関係で、本格的な改造を行うことができず、ラインカラーの変更と、飛袋窓撤去のみの暫定的な改造で運用に入っていたが、開業後に、正式な改造が実施されている。また、微灯や車側表示灯などの頭部には当初、LED が使用されていたが、経年劣化による、 焦度低下により、高年電球に交換されている。残りの2本は、増発予備車として、蒸気の改造がなされずに、東洋高速鉄道には入籍しないまま保留された。後に増車計画は中止となり、この時点で改造途中だった11階は、改造を中断された。この後は2本とも、部品取り車となり、一部台車を多編成に供出して、 仮台車になった車両もあったものの、機器は車庫内の移動ができる程度に整備されていた。これらは2004年に新車置き換え計画が浮上したことから、翌2005年中に解体された。登場時、車掌は前面右上の計2箇所のみに入れられていたが、2005年以降、側面の戸袋部分にも順次緑色の車掌ステッカーが追加で重付された。改造時に、 東日本旅客鉄道線に対応する保安機器類と列車無線が撤去されているため、道線への乗り入れは不可能となった。ただし、深川工場への検査入場時など、JR 線に入らない運用に限って、本来営断車が使われる運用に充当される場合があった。神奈川臨海鉄道の千鳥町駅に留置される線6 1回2001年1月に、 行われた海湯政策審議会答申第18号において、英断地下鉄東西線の輸送力増強対応として、同線の保安装置を WSATC 装置から新 CSATC 装置へと更新することが決定された。同線と相互乗り入れを行う東洋高速鉄道側も対応することを受け入れ。 この時点で車両を改造で対応させるのか、新車で対応させるのか長期視点で主従検討を行った。検討の結果、本形式に新 CSATC 対応改造を実施した場合、経年を考慮すると近い将来に車両の更新が必要となり、改造費用が無駄となることも判明した。2001年9月、当初の計画より、 車両更新時期を早め更新用の新車を導入することが決定された。その後、2004年12月7日より、後継車である2 0 0 0系の営業運転が開始された。これにより、本系列は順次置き換えられ、2 0 0 0系の導入から2年を経た2006年12月3日に、東洋高速線内での営業運転を終了した。最後まで使用された 06F は、 12月4日に、深川県社区への移動を兼ねて、東西線の朝ラッシュ時の東京メトロ車の運用に入り、東西線での営業運転も終えた。この際、1061は、最初で最後の女性専用車指定を受けた。営業運転終了に際し、2007年初頭に、大々的にイベントが行われた5000系とは異なり、記念パスネットカードの発売はされたものの、 車両への記念シールの貼り付けなど特別なことは一切されなかった。なお、2006年11月20日から東西線に女性専用車が設定されたが、線型は営業運転終了が間近で休日、運用のみの予備扱いとされたため、06F 以外は告知シールは重付されなかった。運用離脱車は順次解体されていたが、 最後まで残存していた 06F を含む最終3編成については解体されず、東京メトロ5000系ステンレス車と共に、インドネシアの鉄道会社である PT ケレタ API 現、PT ケレタコミューターインドネシアにジャカルタ近郊の通勤電車用として売却されることとなり、2006年10月に 09F が、11月に 08F が、 2007年1月に 06F がそれぞれ、深川県社区から、公主車両を輸送されている。06F は、現地でホーリックと衝突事故を起こしたが、無事に営業を復活した。現在は、東洋塗装から、現地塗装に塗り直されている。廃車された編成及び代替で、営業開始した 2000K の編成は、以下の通り。ありがとうございます。